フロリダの大西洋側に近いところにインディアンリバーラグーンというラグーンがあります。ここではセーリングやカヌー、カヤック、桟橋からの釣り、イルカも見ることができるし、いろいろと遊べます。中でもおすすめはスポイルアイランド。これは面白いですね。インディアンリバーはインターコスタルウォーターウェイといって、ニュージャージーからテキサスまで3000マイル続く内陸の水路です。で、このスポイルアイランドというのはそこを大型船が通れるように浚渫されて、1953年から1961年の間に浚渫されて、その土を盛り上げたのがスポイルアイランド。全部で137のスポイルアイランドがあります。そのうち13は個人所有、あとは無料で皆さんが遊んでいます。こんな大型船も、行き来しています。インターコスタルウォーターウェイを使った遊びでグレートサークルルートというのがあります。それは、フロリダを出て5月に出てニューヨークまで登って、チャンネルを抜けて五大湖を通りシカゴ、それからミシシッピーリバーを下ってテネシーリバーに入り、結局メキシコ湾を抜けてまたフロリダに9月頃戻ってくるというルートです。いつか僕も行けたらいいなと思ってますが、まあ、いつのことか分かりませんね。ぜひ皆さんもインディアンリバーで遊んでください。楽しいですよ。